博さんがのうなったことおまんも聞いちょるじゃろ。わしの頭の中そのことばかりがぐるぐる巡りよるんじゃ。横浜で会うて以来あの人にはいろいろ世話になった。三代崎遊郭でのどんちゃん騒ぎは楽しかったぜよ。けんど何とのただの芸者でないのには気づいちょった。ふみさんを逃がすため危ない橋を渡ったこともあん人はそれが正しいち考えたき腹をくくったんじゃろ。見た目は細くとも立派に着物座ったお人じゃった。日本のために何かしようち思うんならわしもあん人に負けんぐらいの覚悟が必要じゃろ。現在は早速別の企てを進めよるようじゃが、わしは一旦頭の中を整理してみるき。おまんはタカさんの墓に参ってきたらどうかい。ちょうどこの西宝寺にあるきの。ことを聞いたか。お主も手を合わせてやってくれ。攻めたければ後にせよ。ここで騒ぎたくない。タカ、すまぬ。長居はできん。わしにはまだ果たすべき使命がある。そうだ。だがそれだけではない。上様のもとに諸侯と朝廷の力を集め武備を進めた後、いつか西洋と対等の条約を結び直す。日の本の民と富を守る新たな条約だ。寂しいか、タカ。もうしばらく待っていてくれ。いつかそちらへ参った時は紙に差し切れないほどのかんざしを買ってやろう。現在の企てが早速形になりそういう話じゃ。声をかけた連中が集まるまで待つよう言われたぜよ。松陰さんの手紙を託されてから現在は新しい日本を作ろうち奮起しとる。きっと赤鬼の手の者と派手にやり合うつもりなんは間違いない。どうじゃ、一戦交える準備はできとるかい。おいたらわしと一緒に行くぜよ。その件については手はずは整っている。確かに。
あんたはいつも間のいい時に顔を出すな。おお坂本君、どうだ、赤鬼を撃つためにこれだけの人間が集まってくれた。おお大したもんじゃのう。みんな、まずはここに来てくれたこと礼を申し上げる。我らは故郷も違えば志も食ってきた釜の飯も違う。それどころか家康公の御世には争ったこともある。そんな我らがしがらみを捨て結ぶことができたのは松陰先生のおかげだ。弾圧にあえぎ辛酸をなめた者たちの仇、大獄で処刑された先生、そして多くの者たちの無念を今こそ晴らす時だ。我らの手で井伊の赤鬼めに天誅を下す。城下に潜んでいるという噂があります。重視を増やされては。重視の数は幕府が定めたるもの。大老自らそれを破るわけにはいかぬ。データだ。私を斬るは幕府を斬るも同じ。たやすくは斬れぬぞ。参れ。そのつもりで来たのであろう。今だ。
なぜ参った。お主を罷免し、故にもはやあなた様の命は受けぬ。一人の男として死に場所ぐらい決めさせてもらう。礼は言わぬぞ。参るわ。そこか、学べ。お主が好きにするかい。安政7年3月、大老井伊直弼は桜田門外にて討ち取られた。奴ら商談は取りやめだって言いやがったんだ。それでおとなしく飲んだのか。ノーと言ってみろ、刀で切られかねえ。誰だ君たちは。
これを機に幕府の権威は失墜、倒幕派の志士たちは勢いを増していく。そしてイーと結びついていたアメリカの影響力は弱まり、イギリスの台頭が始まろうとしていた。桜田門外の変により幕府に大きな打撃を与えた久坂玄瑞らは、西洋人を日本から駆逐するべく次なる計画を進めていた。落ち着け、いい子だ。おい、どうした？まったくしょうがないやつだ。ソーリー、グッドグッド。ほら、行くぞ。余計なことをお主ごとさすところだった。少しは殺気を抑えてください。どっちが獣か分からないですよ。